ハイスピードは、スイスの自動車メーカーモンテベルディが製造した乗用車。4ドアセダンと2ドアクーペと、オープンと、リムジンがある。4ドアセダン。エンジンは 7206cc で、圧縮比8.2。375PS、4600rpm、64.0kgm、3200rpm。トランスミッションは AT のみ。ブレーキは、前後ともディスク。 最高速度は時速 240km。価格は2100万円。1969年発売。2ドアグーペ。エンジンはクライスラー製 7206cc。ブレーキは前後ともディスク。価格は2000万円。トランスミッションは AT の他 MT も選択できた。1975年のデータでは圧縮比10.1。 375PS 4600rpm 66.4 kgm 3200rpm 最高速度は時速 250km または時速 260km 1977年のデータでは圧縮比発展に 305hp 4600rpm 62.1 kgm 3300rpm 最高速度は時速 260km。4度ダン。エンジンはクライスラー製 7206cc で圧縮比8.2。305hp、4600rpm、62.1kgm、3300rpm。オプションで 6974cc、390hp のヘビーエンジンを選択できた。AT のみ。コンバーチブル。 4ドアリムジン。375リットルからエンジン、車種を流用したリムジン。エンジンは、クライスラ製 7206cc で 305hp4600rpm。オプションで 6974cc390hp5000rpm のヘミエンジンを選択できた。ZF 製パワーステアリング。 最高速度は時速 230km または時速 250kmAB 外国車ガイドブック75外国車価格表外国車ガイドブック 75P199 外国車ガイドブック 75P218AB 外国車ガイドブック 77P209 外国車ガイドブック 77P189ABC 外国者ガイドブック 76P196 から197。外国者ガイドブック 77P188. ありがとうございます。